国際 A 級 TTF1 クラス決勝。ポールポジション川崎塚本翔一、セカンドポジション本田武石信也。とにかく勝って来年につなげたいと思いますし、まあ、チャンピオン争いもなくなったとは言えないんで。サードポジションヤマハ吉川渉、予選4番手吉村大阪健二、予選5番手川崎北川圭一。まあね、ある程度の自信というのもねすごいつきましたしね、今シーズンね。だからまあこれからはね、やっぱり常に優勝する気持ちでねレースに挑んでいかなあかんなっていうのもありますし。予選6番手川崎総和隆弘、予選7番手吉村青木正直、予選8番手ヤマハ永井康智。国際 A 級 TTF1 決勝スタート。赤旗により2回のスタートやり直しによって周回数は当初の34周から25周に減算。オープニングラップまずトップを奪ったのは塚本、その後方総和武石青木北川と続く。タイトル獲得のためには北川塚本はそれぞれが相手の前を走らなければならない。また武石は優勝しても2人の川崎勢のポジションによってそのタイトル獲得は左右される。レース序盤1回目のスタートで転倒、スペアマシンでの決勝となった北川は思うように順位を上げることができず永井にかわされ6番手のポジション。ランキング2位川崎ワンツー、ホンダ RVF の牙城を崩し F1 新時代が今幕開けした。